グーとリガトーニのバナニアはかぶってて、うん、カルビのなんかもうすごいおしゃれよ。いいとこじゃない、ここ雰囲気、雰囲気最高雰囲気最高なんだけど伝わんないね、ちょっと暗いんだね。これもっといい感じなんだけど、そんなふうに思ったら思ったよね、すごいいい感じ。サラダから合っちゃうから、うん、いいね。ワイルド。マキいいね。え？もったいないね、クリスマス。うん、ほんと、いいぐらい。ビーツとカツオ食べてる。大きいね。おしゃれなカツオのたたきだな。この何のソースだっけ？あのチェリーの、ダークチェリー、発酵したダークチェリーのソースです。カツオのたたきじゃない。ビーツもすごい美味しい。これちょっとマリネしてあるでしょ。ねえ、カツオが香ばしくて、私ビーツ食べてる。そうね、なんかスパイスの味が、うん、本当だね、これスパイスの味するよね。すごい美味しい。カツオと一緒に食べたら、うん、すごく美味しいと思う。そう、ビーツ自体がすっごいうまい。うん、ビーツなんかあのマリネしたらね、スパイスが、うん、一緒に食べちゃうかって。すごい。俺なんか一気に食べちゃったからそういうのできなくなっちゃった。合う。合うね。こんなの食べたことない。本当に食べたことない。ね。二重になってるって言ったね。コーンだと思う。コーントルティーヤだね。やっぱ美味しいよね。美味しい。
純ちゃんが美味しすぎて俺私より早く食べております。こんなことは本当に年に何回もありません。変な声出しちゃった。って言ってこれね、あの多分絵で動画で見る以上に美味しそうや。泣いちゃう。泣いちゃう。泣き顔になる。本当。ありがとうございます。アーモンドがすごい。アーモンド好きだもんね。やばいな、これ。マーちゃん。誰がタレ目や。タレ目か。タレ目タレ眉。これはチョリソーと。画像に見るよりもっと美味しいね。そう、何倍も。本気なの。いやジューシー、うん、よくここまで、うん、旨味を出したもんだね。よくここまで、ほんとほんと、もうなんかもうピザが出せる最大限の旨味を出してる感じ。よくここまで旨味が、あとジューシーさが、うんうんうーんと吹き込んでた。そうそうそう。なんかわかんない。なんか前に出ちゃうね。なんだろう。天国に来た気分。天国じゃん。本当。玉手箱開けちゃう。なんかもうこういうパスタが食べてる。パスタを手で掴んで食べてる。美味しいラグーのパスタ。香ばしい。うん。すごい、これはこれもうまいわ。気分良くなっちゃうよね、本当に。ちょっと回し飲みするぞってなっちゃう。なっちゃう、なっちゃう。私も思った。これでビステッカ着てさ食べてさ、ちょこっとしたドイツでも食べたらさ、やっぱ ねミッキーちゃんとこ歌いに行っちゃうしょうがないよね、これは。しょうがない。天に昇るよね。こんなテンションで家帰ったら家で歌っちゃうわ。家で歌っちゃったらね、マンションですからね。ちょっと食べるのにドキドキしてる。ねえ、これね、なんか食べたことない。そう、食べ進めて二口目がめっちゃうまいから。どんどんうまくなって今も美味しい。今もそうそう、今も一口目も十分美味しいんだけど、でもね、二口目三口目ってどんどん美味しくなってくる。なんかわかる、なんか重なってる感じ。わかる、なんか言わんとすることわかる。これね、複数してるから。うん。ちょっとめちゃくちゃ美味しいタコシン。そうだね。ちょっと放出されるんだけど、また違うんだけど。このピザやばくない？やばい。でこのね、ハーフ&ハーフ最高。最高。最高。トマトソースの酸味を味わって。ラグーン。いやー、すっごいやばい。ティラミス。え、どうなん？ふわふわだよ。ふわふわだよ。ふわふわ。すごいラム酒が効いてて、本気のティラミス。本気のティラ、ダダン、本気のティラ。あのね、サクサクなの。へぇ、ボトムが。おぉ、すごい苦味のあるナッツ風味のビスケット。だから、逆にサクサクにしてある。サクサク。これずっと食べちゃう。ティラミスやばい。食べたあの苦いコーヒーの、うん、大人、美味しい。これなんだっけ。これほら、あのさ、ラズベリーとバニラ、あ、グアバとグアバタの甘酸っぱいおソースの、上品。ちょっと食べてみて。
バニラアイスか。バニラのジェラート軽くてクリームが強くないし、うん、あ、そう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 、クリームが強くない、あっさりしてるね。でも私はこっちだよ、このティラミスが。これは私が一人で食べちゃう。食べて、じゃあ俺アイスもらうから。